どうも、ワニです。そしてこちらは、俺が今経営中の爬虫類館です。世界のね、様々な爬虫類を展示している施設です。ここではね、ワニとかワニガメみたいな危険な生き物も許可を取って飼育していたりします。だからよくテレビとかで、アミミニシキヘビが捕まりましたとか、ワニガメが捕まりましたとか、カミツキガメが見つかりました、アリゲーターガメが見つかりましたみたいなニュースが出ると、ワニさん保護してくださいとか、ワニさん保護できますよみたいなコメントをいただくことがすごく多いんですけども、今回はちょっとその誤解を解きたいなと思います。結論から言うと、保護できません。飼育ができません。それはね、俺が無理とかじゃなくて、俺はしたいんですよ。俺はめちゃめちゃ飼育したいんですけども、法律が、行政がそれを許してくれないんですよね。今、こちらの爬虫類館では、もうここにメガネカイマンとか、ブラジルカイマンとか、ワニガメとか、たくさんの特定動物という生き物を飼育しています。特定動物っていうのは、人の生命、身体、及び財産に害を加えてしまう可能性のある危険な生き物ということで指定されておりまして、許可なく飼育ができない生き物になっています。以前はね、ワニとかも全然何の縛りもなくて、もうデパートの屋上とかでもう3000円ぐらいで売られたりした時期もあったらしいんですけども、まあ、年々と規制が厳しくなっていって、ペットで飼育するには許可が必要になったりとか、2020年の6月からは個人で愛玩目的、つまりペット目的で飼育するのが新規では完全に禁止となってしまったんですよね。もともと飼ってた人は継続して飼育はできるんですけども、新しく飼育を開始することができないというふうに法律が変わりました。まあ、俺はね、ワニガメとかブラジルカイマンはその法改正が始まる前に飼育してた子なんで、そのまま継続して飼育していますし、爬虫類館の方に連れてきて、今はね、愛玩じゃなくて展示目的で飼育をしてるんですけども、新規での愛玩目的での飼育は完全にできない状態です。愛玩目的じゃない、これ爬虫類館でね、展示施設なんで、展示する目的であれば、法律で書いてある文章的には愛玩目的の飼育が禁止としか書いてないんで、できるはずなんですよ。飼育の許可が得られるはずで、実際にその2020年の6月以降、展示目的でこのメガネカイマンとか大きなワニガメを2匹引き取ったりもしたんですよね。本当にね、それがもうなんかギリギリ OK だった、もう滑り込みでセーフだったぐらいの勢いだったらしくて、その後もね、俺爬虫類館でハナブトオトカゲっていうね、大きな特定動物のオトカゲ飼いたいなとか思ってたし、ボアコンストリクターっていう特定動物のヘビを飼育する予定があったんですよ。メガネカイマンとかを引き取った後に他の人からもうちのボアコンストリクター引き取ってくれませんかみたいな依頼が来てて、保健所に問い合わせて大丈夫ですかねって言ったら、特に問題ないんで引き取りますよみたいなお話をいただいてたんですけども、後から保健所さんの方も環境省からも通達が来てダメになりましたって言われてしまって、禁止されてるのは愛玩目的の飼育だけだったはずなのになんでですかって聞いたら、愛玩目的じゃなくて展示目的であっても公益性のない展示施設ではダメだという話になってるらしいですね。公益性、つまりなんか公にね、利益のあるような展示施設じゃないとダメっていうことで、具体的に言ったら本当にちゃんとした動物園とか水族館とか、そのクラスじゃないとダメなんですよね。動物園とか水族館って、どっからが動物園水族館なのって思うじゃないですか。これも実はなんかね、明確な基準ってなくて、本当に個人でやってる生き物のカフェでさえも動物園といえば動物園なんですよ。だからまあ動物園水族館協会っていうのがあって、まあそれに入ってるともう間違いなく動物園水族館だなとは思うんですけども、まあそれに入ってないとこでもまあ動物園水族館やってるところもあるし、そこが基準ってわけでもないんですよね。で、公益性っていう言葉もすごく曖昧じゃないですか。公に対して利益って、まあうちの爬虫類館でもね、爬虫類について学べる部分もあると思いますし、公益性が皆無っていうわけではないと思うんですけど、でもなんか胸張って公益性があると言えるほど何かしているっていうわけでもないんで、だから本当になんか生き物の研究をしていて、それが社会の役に立つようなものであるとか、希少な生き物の種の存続のためになんか保護を行ってるとか、それぐらいじゃないとダメなんでしょうね。うちがね、そこまでの公益性があるかと言われたら、もちろんね、あるとは言えないので、うちがね、そこまでの公益性があるかと言われたら、そこまではない自覚がありますんで、そう、まあ展示施設とはいえね、公益性のない施設にまで許可を出してたら、展示目的という名前だけでも、実質的には愛玩目的みたいな人も結構出てきちゃうと思うんですよ。なんか一応展示の名目で許可は取ってるけど、お客さんもほとんど入れないし、もうほぼペットですみたいな感じの人も出てきちゃうと思うんで、それはしょうがないかなと思います。そう、だからこの爬虫類館はね、特定動物の飼育が展示でも新規でね、許可をもう取れなかったという実績がありますんで、もう特定動物は今後引き取ることはできません。そしてね、特定外来生物、そう、皆さんね、特定動物と特定外来生物をごっちゃにしてる人って結構いたりするんですけども、特定動物と特定外来生物は全然別物です。特定動物はもう動物愛護法によって管理されている危ない生き物、特定動物を管理する法律ですね。特定外来生物はまた別の法律で、外来生物法ってやつなんですよね。まあ、正式には特定外来生物に関わる被害防止に関する法律っていう法律なんですけども、人間にとって危険とかじゃなくて、環境に対して危険。つまり日本の在来の生態系に強い影響を出してしまう生き物。例えば、ブラックバスとか。カミツキガメ、ウシガエル、ブルーギルにアリゲーターが、最近は条件付きですけども、ミシシッピアカミミガメとかアメリカザリガニも入りましたね。ちなみに特定外来生物は、まあ、外来生物って名前に入ってる通り、外来の日本以外の国から来た生き物だけが指定される生き物なんですけども、特定動物は外来かどうかは関係なくて、人に害のある可能性のある危険な生き物かどうかなので、日本の在来のマムシとかヤマカガシとかハブみたいな毒蛇だとか、クマとか、あとニホンザルみたいな生き物も特定動物に入っています。
特定外来生物も規制される前に飼育していた人は継続して飼育はできるんですけども、今はもう新規の飼育はペット目的では完全にできないですね。できるとしたら研究とか教育とか展示とか生業の維持だったりするんですけども、だからほら爬虫類館がね展示施設なんで展示目的で特定外来生物の許可も取れるんじゃないですかって思う方が結構いるんですけども、これもね俺もいけないかなと思って問い合わせたんですよ。特定動物も特定外来生物も大元は環境省の方で管理してるんですけども、特定動物は保健所が窓口になってるんですよね。で特定外来生物は今度環境事務所ってところが窓口になってて、関東の環境事務所の方に問い合わせました。一応ね爬虫類館っていう展示施設をやってるんですけども、特定外来生物ちょうどなんかアリゲーターがあの引き取ってくれませんかみたいな依頼が来てたんで、引き取り依頼が来てるんですけども、うちの方で引き取れませんかって問い合わせたら、やっぱりこれもね公益性のある展示施設、動物園とか水族館みたいなちゃんとしたとこじゃないとダメですってはっきり言われてしまったので、特定外来生物もうちの爬虫類館では現状引き取ることはできません。できることならね引き取って飼いたいんですけどね、なんか研究をするとか教育をするとか、もっと公益性を高めないことには特定動物も特定外来生物も引き取ることはできないということですね。じゃあ本当に公益性なんですよね。なんか非営利のね NPO 法人とかだけじゃなくて、地方の本当にね行政とかがやってるわけじゃない生き物を展示してても許可を取れてる場所はあったりもするんで、もしかしたら今後俺が爬虫類がもっと大きくしていって研究とか教育とかいろんなことに手を出していって公益性が高いと認められれば飼育の許可が下りる可能性はありますけど、まあ、当分はないでしょうね。だから今ね特定外来生物とか特定動物を飼育したいなと思ってる皆さんも、ただ展示の許可を取るだけとかでは飼育はできません。よほどの公益性がないとね難しいみたいです。特定動物とか特定外来生物以外の生き物だったら引き取れたりもするんですけども、ニュースでトカゲが捕まりましたとかあると、マリさん引き取ってくださいみたいなメッセージもらうことがあるんですけども、なんかもうすでに引き取り先が決まっていて特に募集とかしてなかったりすることがあるんで、俺が連絡してもさ、いや引き取り先別に募集してないですみたいな感じになって、なんかもうお互い得しないので、本当にその生き物が引き取り先を募集してるのか確認してから連絡してほしいです。他にもなんか動物園とか水族館とか生き物の展示施設が閉館してしまうとき、マリさんここの生き物たち引き取ってくださいみたいな言われるんですけども、大体そういうのって本当に動物園とか水族館って横のつながりが結構強いんで、もう他の展示施設に行くことが決まってたりするんで、引き取り先を求められてないことの方が多いです。本当にね引き取り先が求められてるというときだけ連絡してください。でもまあね、今までうちでいろいろと生き物を引き取ってきましたし、これからもね可能な範囲であれば引き取りたいと思ってますんで、もちろんね全ての生き物を引き取れってわけではないんですけども、まあ、うちの方からね他の欲しい方に回したりもできますんで、もし何か相談事があれば深谷爬虫類館のお問い合わせページからご連絡くださいという感じで、今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。